きのの会見の冒頭、重大な事象を引き起こしししたたとして謝罪 JR 西日本の長長。谷川社長西日本はグループ会社に所属する男性運転士が先月、車両基地内で酒気帯び状態で電車を運転。 過去1年で8回にわたり酒気帯び運転を繰り返していたことを昨日明らかにしました本来、呼気検査は勤務前に対面で行うことが内規で決まっていますが問題の運転手は単独で検査し嘘の申告をした上で管理者も口頭報告で了承するなどルールが形骸化していました。管理体制の中にそういいったあがああるるとかあるいはあ 油断があるとかそういうことがまだまだあるんじゃないかというふうなそういった事象としてこういったものが一つ露見しておるとまた一昨日は新幹線のぞみが必要な車両の点検をせずに運行するなど安全警視とも言える事象が相次いでいて JR 西日本は安全の取り組みを徹底したいとしています